日本で最も営業年数が長い遊園地、ひらかたパーク。数あるアトラクションの中でも、ひらかたパークの代名詞といえるものが。最高時速70キロ、レッドファルコンです。結構迫力あって、ちょうどいいスリルで楽しかった、はい、最高のアトラクションを楽しんでもらう上で絶対に欠かせないことがあるといいます。やっぱりお客様にも楽しんでいただくためには、まあ、安心して乗り物に乗っていただく、それを安全に、運行してお客様の楽しみを担保するというのが一番のポイントかなと思っております。安全な運行のため、ひらかたパークを走るジェットコースターは毎朝の点検だけではなく、年に一度の定期検査を行っているといいます。その検査のため、レッドファルコンが運び込まれたのはこちらの場所。レッドファルコンの隣には何やら巨大な車輪がありますが、ここは一体どこなんでしょうか。ここはどういう場所なんですか。ここは京阪電車の車両の定期検査をしている車両工場です。大阪から京都滋賀をつなぐ京阪電車はひらかたパークの親会社なんですが、ここはその京阪電車の車両を整備するための寝屋川車庫。実はひらかたパークのジェットコースターは電車の整備士たちとひらかたパークの整備スタッフによる合同チームによって定期検査が行われているのです。黄色のヘルメットが電車の整備士で、白いヘルメットがひらかたパークの整備スタッフ、およそ10人のチーム編成です。こうジェットコースターと電車って、まあ、結構共通点もあるんですか。基本的に線路を走るのは同じなので、電車のノウハウそのままジェットコースターの整備に生かされてます。ジェットコースターの安全の要となるのはレールと接する台車部分。1車両につき100以上あるパーツを取り外したら、一つ一つきれいに洗浄します。そしてパーツに傷がないか検査していくのですが、ここで電車の整備士ならではの技術が生かされます。単焦の検査液です。これを使って単焦検査を行っていきます。検査用の特殊な液体をかけたら、強力な磁石を当てます。そしてそこに紫外線のライトを当てると、傷があれば線の形になってて現れてきます。こんな感じで検査していきます。例えばこちらのボルト、一見どこにも傷は見当たりませんが、紫外線のライトを当ててみると、この部分だけ色が濃くなっていて傷が入っているのが分かります。目に見えないぐらい小さな傷だったら大丈夫かなと思っちゃうんですけど、そういうわけではないんですか。ないですね。それは今は大丈夫でも来年わからないですから、電車と一緒で早く見つけて早く修理します。白いヘルメットをかぶって整備をするこちらの女性は、ひらかたパークに勤めて9年目の田中さん。実は彼女、2年前までは、はい、でどうぞご案内しますっていうようなパークでアトラクションの案内係をしていました。構造っていうのはしっかり分かってなかったので、いざこうやって分解整備とかに来るようになってから、あ、こんな構造になってたのかっていうのはやっぱりすごく驚きましたね。まだ経験の浅い田中さんにとって、電車の整備士とともに仕事をすることはメリットが大きいといいます。そうですね、やっぱり伝説の方はノウハウたくさん持っておられるので、うちだけではできないようなところをしっかり見ていただけるし、教えていただけるしというところは大きなメリットだなと思います。田中さん、これ2年前までこんな工具使ったことあんまりなかったんですか。なかったです様になってますねありがとうございます傷の点検が終わったパーツを再び組み上げ、
ボルトなどに歪みがないか検査を行います。これはダウン検査と呼ばれる方法。万が一緩みがあれば鈍い音がするそうですが、しっかり締まっていれば。この乾いた音ですね。乾いた音。音悪いかもしれない。確かに。ちょっと待ってください。音悪いんですか。悪い。これは OK の音。これは OK の音。響いてる、鈍い。この辺から音が上がってるんですよ、これ。上、音上がってるんですよ。わかるかな、わからない。じゃあこれはもう。やり直します。怪しいな思ってやり直します。京阪電車の整備士がチェックをしたら白いラインを、枚方パークの整備士がチェックをしたらピンク色のラインを引きます。この2色のラインが安全の証。すべてチェックを終えた台車をレッドファルコンに戻したら定期検査は完了です。組み直すと全部きれいに仕上がるので、一個一個のパーツがきれいになっているのを見るとやっぱり、あ、やったなっていう気持ちになりますね。車両の整備はまあ任せてくださいということで、あとは十分楽しんでいただければ安心して乗ってください。スピードとスリルを楽しむジェットコースターだからこそ、その車体には一切の妥協を許さない整備士たちの技が詰まっていました。枚方パークを走るすべてのジェットコースターが京阪電車の整備士によって点検されているそうです。安心ですね、紹介した内容は今日の日経新聞夕刊にも掲載されています。ご視聴ありがとうございましたケロ。